めて中からダンジーを追い上げてくる。天の島ダイヤーに一等スバル、この後からようやく男のアローズ3番手から2番手が先頭を伺っているが、受けたのは一等スバル、一等スバル先頭で合流。2着はどうか、天の島ダイヤー12番ゴルゴマローズ、並び風でかわして2着に上がれたか。13番日東スバル抜けました。後方の位置から第4コーナー瞬間で馬群の中から追い上げてきた13番の日東スバル、馬群の中からぐいぐい伸びて一気に先頭を奪ってやってきました。時計1分11秒1、日産が抜けてた5番の全ロサーレイヤー、これに外から今日は外を回って追い上げてきた12番ゴルゴマローズ、最後2着争い、最後2着に上がれたでしょうか。前半で日東スバル2着争い、5番のゼンノサーベイヤーを12番のゴルゴバローズ、最後トレート2着に上がったか。時計1分11秒1、上がりゴールまでの 800m 48秒0、 600m 36秒7でした。あとはそれも追い込んできた7番のダンジー、その後4着、時計1分先端グループに追いついた9番の名称スレスレが続いて、あとは8番ラブミー君、そして後方にいた6番ガッサンプレイ。5着まで数字が表示されました。1着13番日東スバル、2着12番ゴルゴバローズ、3着5番ゼンネサーベイヤー。